ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ早速マンション見てこう。友達マークがあった。え、待って、ハートマークがある。え、あっこってさ、ミネットさんじゃなかった？友達マークなんか喧嘩な気がしてきたな、二組。あ、違う、リボちゃんやん。リボちゃんなんか最近多くない？リボちゃん最近なんか誰かに恋してるの多くない？誰？今回誰ですか？え、ヨミさん？マジで？告白したいのですが。おう。いや、まあ、当たって砕けます。いつものごとく当たって砕けます。ロマンチックに行こうか。告白する場所はどこがいいでしょうか？じゃあ、公園で。その前に着替えた方がいいですかね？このままでいいよ、全然。わかりました。ヨミさん結婚してるんだよ。では告白してきます。もう結構、立つような気がするけど。え、来る？本人。ああ、よかった、来た。さすがにね、本人来ないとやむよね。あ、そっか、ヨミさん学生服になっとったっけ。あなたは私の太陽です。私も明るく照らしてください。男の人が言いそう。ちょっと待った。誰？ユニポンちゃん、マジで？ユニポンちゃん、なんか、私やったらそこの柵飛び越えそうやけど。そんな遠回りに走ってこずに。ユニポンちゃん、ユミさんのこと好きなの？マジで？ムッとしてる。モテモテだな、ユミさん。選ばないで、どっちも。ですよね。なかった。ユミさんにはさっちゃんがいるから。うなだれ。まあ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 、大丈夫よ。あれは？リベンジは？する？あ、しないんすね。なるほど。ということは、とりあえず、はい。さくらんぼでも食べて、元気を出して。まあまあ美味しかった。よかったよかった。まあまた、ね、いい人がいるよ、他に。ん？友達マーク増えたな、なんか。ちょ、待って、とりあえず、はい。キングや。あれ、喧嘩じゃないっぽい。誰かに紹介とかそういう。おしゃんてぃん。おしゃんてぃ。ミクタンのこともよく知らないのですが、あ、そういうことね。私とミクタンとは気が合いそうですか？いいんじゃないでしょうか。そうなんですか。ちょっと気になってきました。ぜひぜひお友達になって。私、旅人と話をするのが楽しみなんです。まあね、新しい人とか入ってきたら、ちょっとウキウキはするよね、キャンプ場に誰かおったら。いただきます。はい、どうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。私、サラダはね、圧倒的にね、ごまドレッシング派なんよね。あ、でもなんならマヨネーズの方がいいんやけど。でも思うけど、マヨネーズたっぷりかけたらめっちゃカロリー高いよね。はい、そして、てつかちゃん。お。喧嘩じゃない。今日は喧嘩はなしか？いいね。おかげでざっくりが止まりました。よかったよかった、それは。剣のこともよく知らないのですが、うんうん、私と剣とは。剣くんはね、初期からおる子やけんね。ぜひぜひ仲良くして。そうなんですか。ちょっと気になってきました。ね。じゃ、全員がこう友達になってったら。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で。本。はい、どうぞ。道具、本をプレゼントしました。暇ですね。何か面白いことないですかね。暇、マジで？もうちょっとなんか、じゃあ、部屋の片付けとか。あ、今日はなんかサラダがよく出る日だ。いただきます。ほいほい。どうすか？あ、サラダは好きじゃない、マジで？美味しいけどな。
私はレタスがめちゃくちゃ好きなんだけど、サラダというか、レタスをバリッと食べるのが好きなんだけど、あれ友達マークなくなったね、もう一個。誰やったんやろ。とりあえずあれどこだ、ユニポンちゃん、ちょっとお呼び出しします。ユニポンちゃん、ユミさんが好きとのことだけど、アスムはどうなったんですかね。週間ぶりくらいですか。お久しぶりです。あゆなのそっくりさん。ユニポンちゃんはいい感じないけどね。慌てない。友達に戻ろうよ。慌てない、慌てない。なるほどね。まあ、慌てず行きましょうと。はい、お好み焼きでもどうぞ。いただきます。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。お好み焼きいいよね。はい、それじゃあ服で、何がいいかな。カラフルストール。いやー、なんか違うな。サボテンの T シャツ。どういう感じのが可愛い？あ、この辺、ジャケットとワンピース。これで。はい。ジャケット、ワンピースをプレゼントしました。あ、いいね、いいね。ありがとうございます。私からのお返しです。なんでしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、アスムはやっぱり相変わらず悲しいままなんだろうか。いつまでだよって感じやけど。お、なんか友達マーク増えたね、今。1週間ぶりくらいですか。お久しぶり。あゆなのそっくりさん。とりあえずエスカルゴでも。はい。いただきます。どうぞ。どう？まあまあ美味しかった。で、ちょっと。はい。やっぱり悲しいまんまだよね。どんだけだよ。引きずりすぎやろ。友達に戻れ。え？なんで？ミクルちゃん普通に二つくくりよね。何も気になるところはないと思うんだけど。ほい、イッシーさん入ります。今日は、ね、普通に、友達マークが普通に機能していて嬉しい。こんにちは。あ、それはぜひぜひ仲直りして。ちゃんとね、ほら、ちはやさん落ち込んだまんまやし。さあ、戻れるか。やっぱり、こっちこそごめんなさい。仲直りしませんか？はい。嬉しそう。よかったよかった。うまくいきましたー。うまくいかない場合があるのかを見たいんだけど。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。やっぱり許しませんみたいな感じになるから。これもあげます。おいおい。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。どうでもいいのに捨てられないものってありますよね。あるあるある。なんか、昔とかさ、結構、こチラシの裏みたいなの。めっちゃメモ代わりに使うけん。そのうち使うだろうと、めっちゃチラシを溜め込みおった時とかがあった。さすがに今はないけど。ちっちゃい頃とかってチラシの裏に落書きしたりとかするやん。はい、ともやさん入ります。友達マーク多いね、今日。どうしたの？あゆなのそっくりさん、一週間ぶりですね。お久しぶりです。しかもこんなにポコポコ友達マークが出るのに、すごく仲がいい親友だと思っているのですが、もはや喧嘩じゃないのが奇跡。どう思いますか？え、親友やろ、いいと思うけど。かけがえのない人、相性ばち、え、待って。ぬえりちゃんちょっと不満やけど大丈夫？やっぱりそうですよね。別れない。別れないでね。別れないでね、人生という大きな迷路で迷ってます。ほら、なんか迷い夜みたいやし、離婚とかいう選択をしそうで怖いわ。ほら、紅茶でも飲んで落ち着くんだ。いただきます。うんうん。どうすか。まあまあ美味しかった。なるほど。
さあ、それじゃあちょっと、あっちの友達マークは、ヤマトくん、入ります。二人ともスポーツって感じだね、なんか。あゆなのそっくりさん、お久しぶりです。そんなん立つ、ヤマトくん、マジで。この間会わんかったっけ、気のせいかな。あさみとは、ちょっと会わないかもと思っているのですが、うんうん、俺とあさみのことも、どう思いますか。あさみさん、あさみさん、まあ楽しい。でも普通じゃない？まあでも楽しいよ。そうですか。うんうん。もうちょっと仲良くできるのかもしれませんね。普通にしとけば大丈夫なんじゃないかな。何が合わんと思ったんかは知らんけど。さっき旅人と話し込んじゃいました。いいね。なんか積極的に行きそうやもんね。てかキングもあれやん。同じく旅人が好きって言ってやん。その二人で気も合いそう。さあそして、あ、そう、あのね、黒影さんのところに舞い寄った赤ちゃんがね誕生したんや。ちょっと待って、ゆうやさんとあかりさんのところに。はい、ゆうやさん、お呼び出しします。ラブラブだね。こんにちは。こんにちは。あかりとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか。マジか。なるほどね。まあ、家の中でラブラブもいいけど、外に出かけるのはもっといい。遊園地でも行こうか。いいですね。うんうんうん。準備していこうと思います。行ってらっしゃい。楽しんできて。お、レベルアップ。はい、それじゃあ、道具で。ゴルフクラブ、はい、どうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。いってらっしゃい。ちょっと様子を見に行きますか。離れすぎじゃない？それ離せる？もうちょっと、なんで馬1個分開けたの？もうちょっと近くに座ればいいのに。はい、そして、一軒家だよ、一軒家。そしてこっちで、黒影さんたちは一体どこだったかしら。結構前か。どこだ？あ、ここや。黒影さんとめいちゃん。こんな感じで、女の子やったんかな。名前は何だったかしら。ちょ、子守を手伝うよ。めいちゃん困ってそうだから。どうしてもメイチカゲが何やんでくれないのですが、助けてくれませんか。はい。ありがとうございます。引き受けましょう。メイチカゲ、あゆなのそっくりさんだよ。よし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 。どれぐらいのか、あ、これぐらい？あ、ちょ、ご機嫌になってきたんじゃない？お、いいやんいいやん。いいねいいね、すっかりご機嫌だね。なんか口元めいちゃんやね。あ、いい感じなんじゃないの、ほら。めっちゃご機嫌よ今。あ、ちょっとリズムが崩れた、これか。あ、違う。いやー、最終はちゃんと笑って終わっていただいた、これだね。オッケーオッケー、こんな感じでメイチカゲちゃん生まれました。あ、いいね、もう笑顔になったね。いいことだ。黒影さんはどこへ行ったんだ。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。ガイタンくんが何気に寝癖が。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。そしてはい、ミーニュース見てこう。2時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。大型で強い勢力の台風が現在あゆな島に最近台風多いしね、リアルでも。リポーターの TIMO1243 が街の様子を伝えてくれます。大丈夫か、飛ばされないようにね。 TIMO1243、ひぇ、やばい。いや、無理やろ、こんな状態で。俺は今、台風の最接近しているあゆな通りに来ています。あゆな通りどこなんだ。風で立っているのが、やや
やっと、でーす。その状態やったらさ、傘持たん方がよくない？街の逆に傘持っとったら飛ばされそうやし、持っとっても、もう濡れてるから意味ないよね、あれ。それなら畳んだ方が安全に折れる気がする。はい、西のミーニュース。洗い場を伝えしました。私もこの間、傘差しとったらね、破れて終わったんやけど。傘が風で破れて終わったんやけど、めっちゃ悲しかった。ただのビニール傘ではあるけれど。お、アイナちゃん行って終わりにしようかな。どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。会えなくて寂しかったです。マジで今ゴッドさんおったけん大丈夫やろ全然。海子とは会わないと思っているのですが。え、親友でしょ？海子のこともどうしたの？どう思いますか？何があったの？多分信頼してる。大丈夫じゃない？別に。そうですか。私が思っているよりあるのかもしれませんね。多分でも信用できてるなら大丈夫でしょう。楽しいかどうかは知らんけど。一旦のファッションセンスには学ぶべきものがあります。一旦くん、なるほど。ファッションセンスね。ファッションセンスのいい男の子はいいと思うよ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日あれじゃない？全部友達マークじゃなかった？一個だけハートマークで私が言ったの。でも紹介一個くらいやってほしかったけどな。喧嘩じゃなかったのはよかった。